お願いいたします。田中選手、おめでとうございます。そしてオーストラリア代表では背番号22番グリーン・オギルビー選手がこの試合で国際試合100試合目となり、その記念にヘッドコーチから花束を贈呈いたします。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。リー選手、おめでとうございます。試合に先立ちまして国歌の演奏を行います。皆様、ご起立の上、国旗にご注目ください。はじめに日本国歌です。Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Japan.I'm going to go to the hospital.
で合わせてお楽しみいただきたいと思います。競技の解説をいただきますのは立命館大学男子ホッケー部監督、元日本ホッケー協会強化本部長の山口秀一郎さんです。よろしくお願いします。さあ山口さん、東京2020の試金石となります大事な一戦、センターバスから始まっておりますが、さあこの一戦にかかる重みというのはいかがでしょうか。そうですね、オーストラリアは世界一のチームです。対するサムライジャパンはアジアのチャンピオンです。チャンピオン同士の戦い、大変有意義な試合になりますね。そして8月4日に行われましたこのオーストラリア代表と茨城選抜の一戦、山口さんは、ベンチで監督として聞いたわけですけれども、はい、実際に戦ってみたこの世界ナンバーワンのオーストラリア、印象はいかがだったでしょうか。何をしても世界一のチームですから、速くて強くて上手いです。昨日打ち所もない選手を倒すんですね。文字通り日本世界でナンバーワンのチームです。さあそして、お願いします。侍ジャパンは52年ぶりとなります、まあ、開催国はあるにもかかわらず、まあ、自力で、出場を決めたということになりましたが、あと1年ですよね。本当に楽しみな一戦ですよね。まあ、この試合は2020年に向けて非常に大きな試金石になる試合ですから、頑張ってほしいですね。会場の皆様にはスターティングメンバーをそれぞれ紹介してまいります。まずは侍ジャパンです。1番山崎裕二、3番落合春樹、5番田中世蓮、7番村田和真、9番田中健太、17番福田健太郎、25番山田翔太、29番善田弘孝、そしてゴールキーパーは30番吉川隆、32番入石田義樹と11人になります。さあこの11人のスターティングメンバー、侍ジャパンをご覧になりまして、山口さんはどういう感想をお持ちでしょうか。やはり地元立命館の出身選手、この中に5名含まれています。9番田中健太、先の茨城選抜にも行った選手ですので、まあ、実際にそのプレーを体感している選手たちですね。そうですね、きっと活躍すると思います。さあここは振り上がりましたが侍ジャパンボールです。今あのサークルが見えますが、これはあの D と呼ばれておりまして、このサークル内で、まあ、守備側のチームがファウルを犯しますと、これ非常に大変なことになる。ペナルティーコーナーという得点が高いセットプレー、得点率が高いセットプレーが行われるということになりますね。はい、さあ左サイドから侍ジャパンの攻撃です。その D 中に入っていけるかどうか、このパスをカットされました。そして先ほど侍ジャパンはメンバーチェンジがあったと思うんですが、このコンビに関してはメンバーチェンジに何人でも交代できます。そして何人でも出たり入ったりできるということになります。小西さん、この辺りはこの15分、各コーナー15分の戦い、フルにもう選手がみんな目いっぱい走り回ってて、やはりその60分の中でメンバーチェンジを度々行わないと、その試合が成立しないという感じになるんでしょうね。
的。一つ一つのパスの速さ、精度がもう本当に普通にフリーもなく相手に渡っていくという感じですよね。そうですね。ボールを持つのも速くて正確なので、パスは3カ所ぐらいのパスも会場にいらっしゃる皆様、そういった選手、ボールを持ってない選手にとっても、ね、注目してご覧いただきたいと思います。ここはシュートリッター勝った先制点、オーストラリアです。入った処理侍ジャパン右サイド。
が正面。さあ、そして足に当たったということでキック、オーストラリアのファウルです。さあ、レイン、サーブの外からのアメリカのファウル、もう一度ディフェンスに行きまして、切り返して、さあ、パスの出しどころは中盤の底ですが、レシーブミスから今度は逆にオーストラリアのチャンスになる。リバース、大きく防いだ。さらにはオーストラリアがボールを持っている。ここはうまくディフェンスしました。ナイスキューパーですね。はい、これで2つ目ですね。さあ、そしてカウンター攻撃、ペナルティーカードを発表
with the centre pass from Australia. さあ、第2クォーター、スタートして、まずはオーストラリア、ドルブルで上がってきた 23m ラインの中ですが、ここは D の前に、侍ジャパンがボールを奪って、さあ、ここからどう状況を打開していくか、クリアできるのか。前からオーストラリアも来ています。オーストラリア、ここは一旦避けてから組み立て直し、最後帰ってきたところ、前から追っていく、プレスをかけてきます。この辺りいいですね。そうですね、第1レース頑張ってますね、田中健太です。さあ、そしてドリブルが
上がってきてるんじゃないでしょうか。そうですね、スコアラーの魂。はい、のぞきませんでしたが、全力としてた重要な攻撃でした。楽しみにしていただきたいところだと思います。空いてる、はい。
ここは最後のフリート選手から縦に。タイムは日本代表にペナルティーコーナーが与えられました。ペナルティーコーナーが次はワールドイットジャパン。仕掛けというセンターパスから一気に攻め込もうという侍ジャパンでした。
まあ闘志みなぎっているという感じですよね。さあ、2点も追いかけます、侍ジャパン。走り負けないで、なんとか前から、そして攻めた相手のディフェンス、ゲーム地帯に入る前に、なんとかボールを奪いたいところです。ゼレンスキーからのボールをインターセプト、しておきましたが、最後です。ここは何がどこに出すか、何もかけます。
の中に入っていけませんが、なかなか入れませんでしたね。オーストラリアボール、もう前に行ってもいいですね。さあ日本ボールを奪ってつないでいく、バックリ残り時間が5分となりました。
入ってくる。
相手が。だから明日でもいけんねんけど、ちょっと時間変えたほうがいい。え、明日11時だったの。昼から2時ぐらいに行って。明日夜。Team also having us, great game today. You really took it to us, and
You know, we enjoy the conditions, nice and hot, and we know you're familiar with them, but for us, mate, it's a great challenge. And thanks for the crowd for coming out today. Great support for the Japanese team, so arigato. Yes. 今回 の, あの滞在中に、大学 の, あの施設、それから、大学の皆さんに大変お世話になりました、それからですね、日本の代表チームと試合することによって本当にあのいいゲームをできたと思います。それから、今回、今こうやってあの試合を見に来てくださった皆さんにも、お礼を申し上げたいと思います。サムライジャパン対オーストラリアのプログラムは全て終了です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。東京2020オリンピック競技大会ホッケー事前ジャンプ茨城市誘致委員会では、皆様と一緒にホットタウンを盛り上げていくため、ふるさと納税を活用した寄付を募集しております。皆様からのご支援をお待ちしております。各受付にてチラシを設置しておりますので、ぜひともご支援いただきますようお願いいたします。日本代表侍ジャパンの東京2020オリンピックでの活躍、そしてメダル獲得を期待してこれにて閉会いたします。最後までご観戦いただき誠に